ラトランド・ボートンはイングランドの作曲家。オペラや合唱曲の作曲者として20世紀初頭によく知られるようになった。チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードとウォルフォード・デイビスの弟子であったボートンは3曲の公共曲、数曲の競奏曲、パートソング、歌曲、室内楽曲、そしてオペラを生み出した。彼の作品のうち最も知られるのはオペラ、不滅の時間である。 コベントリーの高短劇を題材とする1915年のベスレヘム・ベツレヘムは伝統的なクリスマスキャロルの合唱編曲が名高く世界中の合唱団からの高い人気を勝ち得た。ボートンは他にもザバース・オブ・アーサー、ザ・ラウンド・テーブル、ザ・リリー・メイド、アバロン・アンド・ガ・リーハド、ザ・ムーン・メイデン、アルクス・ティス、ザ・クイーン・オブ・コーンウォールなどのオペラを作曲している。前の四作はべて アーサー・オーにまつわる楽劇シリーズである。ボートン財団を通じて、彼の主要作品の多くが、これまでに録音されており、CD で入手可能である。そのような曲目には、不滅の時間、デスレヘム、公共曲第1番、オリバー・クロムウェル、公共曲第2番、ディアドラ、公共曲第3番、オーボエ協奏曲第1番、弦楽四重奏曲集、他の室内楽曲、 歌曲などがある。作曲活動に加え、ボー・オートンはグラストンベリーにイングランドのバイロイトを創造しようとしたことでも知られる。1914年から1926年には最初のグラストンベリーフェスティバルが行われ大きな成功を収めた。1927年から1960年に没するまで彼はグロスタシャーのニューエントにほど近いキルコットで過ごした。 ボートンはバッキンガムシャー、アリスバーディーの街でバッキンガムストリートに店を構える食料雑貨店主ウィリアム・ボートンの息子として生まれた。ボートンは正式な教育の機会をすぐさま得られたわけではなかったが、幼少期から類いまれな音楽の才能の変鱗を覗かせていた。1892年、彼は演奏会代理店の実習生としてロンドンへ向かい、 6年後には彼は影響力のある音楽家たちの注意を引くまでになる。中でもロスチャイルド家はボートンがロンドンの王立音楽大学で学ぶのに十分な額の資金を提供した。しかしながら資金はわずか1年で底をつき大学を去った。彼はまずヘイマーケットシアターのオーケストラピットで次にバリトン歌手のデイビッド・フランコン・デイビスの公式な付き人として その場しのぎの仕事を行った。1903年に彼はアリス・バーリーでの隣人の娘であったフローレンス、ホブリーと結婚するが、彼は後にこの結婚を悔やむことになる。公共局第1番、オリバー・クロムウェルを完成させた1905年、ボートンはグラン・ビルバントックからの誘いを受ける形で、バーミンガム・ミッドランド音楽院の教員の一人となった。 ジョージ・バーナード・ショー・バー・ミンガム在住時のボートンは多くの新たなチャンスに恵まれ、また数多くの友人と出会っている。彼は優れた教師として、また結出した合唱指揮者として頭角を表していき、それによって高い名声を勝ち得た。彼はジョン・ラスキン、ウィリアム・モリス、エドワード・カーペンター、ジョージ・バーナード・ショーラの著作を通じて社会主義の思想に傾倒していく。 その後、ショーとの関係は、生涯にわたる付き合いへと発展するが、それは、ボートンがショーにあるオペラへの協力を呼びかけ、ショーに断られたことに橋を発するものだった。当初、ショーはボートンのあらゆる音楽に関わることを拒絶したが、これに対して、ボートンは諦めることなく呼びかけを続けた。ついにショーは二人の間に共通点を乱すようになり、 これがそれ以降消えることはなかったのである。加えて、後年彼の伴侶として、さらに芸術面で、彼の右腕として、グラストンベリーでの企画に加わることになる、若い美術学生のクリスティーナ・ウォルシェと信仰を、育むのも、この時期であった。ボートンは独学で学びを深め発展させてきていたが、そうする中で生涯にわたって、持ち続ける、ある芸術上の目標に行き当たった。 若い頃、彼は14日間に及ぶキリストの生涯に関する劇を構想していた。劇中では演劇が行われるのはオーケストラの中央に配された小さな舞台の上でソロや合唱が演技に注釈をつけるという形式が想定されていた。この構想は実現しなかったものの、彼は着想自体を捨てずに置いていた。1907年までにボートンは ワーグナーの理論と実践に触れ、また、それが、教会によるキリスト教信仰の捉え方が幾分、間違っているという彼の個人的な見解と相まって、彼は、次なる題材である、アーサー・オーへと軸足を移していった。バイロイト音楽祭の、ニーベルングの指輪を土台とし、若き詩人であったレジュナルド・バックレイが記した、アーサー・オブ・ブリテンの発想と並んで、ボー,オートンは、 新たなオペラの形式を提案し、後に自らこれを合唱劇、コーラルドラマと呼んだ。こうした点からボートン、バックレイ、ウォルシェの3人の仲間は劇作の国民的祭典の創設を望むようになる。ロンドンのロイヤルオペラハウスは確立されたオペラの演目にとっては理想的な会場であったが、ボートンとバックレイの計画には適していないということが分かった。そこで、 彼らは自ら劇場を建設するとともに、協力し合い共同体を作り上げるべく、才能ある地元の人間を起用することに決めた。当初は、ハートフォードシャー州のレッチワースが、プロジェクトに適した土地であると見込まれたが、その後彼らは、アーサー・オー・エーミンの地であるとの説が有力で、王の伝説が根付く地域である、サマセット州の町グラストンベリーに落ち着いた。その頃、 指揮者のダンゴドフリーと彼が率いるボーンマス交響楽団は新しいイングランドの音楽を支援する活動で名声を博していた。そうしてボーンマスにおいてボートンのアーサー王シリーズの第一作目であるザ・バウス・オブ・アーサーが初演される運びとなったのである。ボーンマスでは他にもボートンの交響曲第2番が初演されオペラザ・クイーン・オブ・コーンウォールが 初めて還元楽を伴って上演された。この演奏会にはオペラの題材となった詩の作者であるトーマス・ハーディが出席していた。1911年までに、ボートンはバーミンガム音楽院の職を辞し、グラストンベリーに移って、ウォルシェ、バックレーと共に国内で初めての夏の定期音楽集会を立ち上げることに集中し始めた。 最初に公演が行われた作品は予定していた、アーサー王シリーズではなかったものの、ボートンのが衝劇の新作である、不滅の時間であった。この作品は1912年に作曲され、初演に際しては、国中に訴えかけて、基金を創設すべくバントック、トーマス・ビーチャム、ジョン・ゴールズ・ワージー、ユージング・センス、グスターブ・ホルスト、エセル・スマイス、 将来他によってこれ以上ない講演が行われた。エルガーは、基金の組織を置くことを約束し、ビーチャムは私有のロンドンフィルハーモニー管弦楽団を貸し出した。しかしながら、初年度の開始月となっていた1914年8月になると第一次世界大戦が勃発し、すべての計画は延期を余儀なくされた。ボートンは、このような中でも計画を推し進めることを決断し、 ビーチャムのオーケストラの代わりにグランドピアノを用いて音楽祭は開催された。劇場の代わりとして使用された地元の集会場は、その後音楽祭が終わりを迎える1926年まで使用されることになり、ボートンはそこで350以上の舞台作品を上演し、100の室内楽演奏会、多数の展覧会や講演会、リサイタルが開催された。 これはイングランドではかつて例のない規模であった。1922年には、ボートンの音楽祭の演奏家たちがツアーを行い、ブリストルのフォークフェスティバルハウスやボーマスで好評を得た。グラストンベリーの風景ボートンの作品中、最も成功した回評価を得たのは、オペラ、不滅の時間であった。この作品は、ウィリアム・シャープのケルト神話に基づく擬曲を下敷きとするものである。 グラストンベリーで成功を収め、バーミンガムでも好評を得ると、新しいバーミンガムレパートリーシアターの支配人であったバリー・ジャクソンはロンドン公演を決定した。グラストンベリー音楽祭のメンバーを率いて行われた公演は600回以上の上演となり新記録を打ち立てた。1922年にリージェントシアターに到着すると200回。 以上の初回公演が約束されており、さらに1923年に160回の追加公演も行われた。さらに1932年には復活公演も行われ大きな成功を収めた。王室の人物らも含め観客は複数回にわたって訪れては、特にエタン役でプロとして舞台デビューを果たした若きグエンフランコン・デイビスの歌と演技を鑑賞した。 不滅の時間やベスレヘムに加え、1924年のトーマス・ハーディの擬曲に基づくザクイーン・オブ・コーンウォールと1922年のギリシアの詩人エウリピデスの擬曲に基づくアルクスティスも非常に高い評価を受け、後者は1924年にロイヤル・オペラ・ハウスでも上演された。これらの後期作品は、 アドルフ・ボルスドルフが組織した最初のボートントラストがロンドンやサマセットの通りでの工業を講演するようになった1960年代半ば以降、公に聞かれることはなくなっている。ボートンは1926年のゼネラルストライキと鉱山労働者の職場締め出しに同情を寄せていた。彼はロンドン、ウェストミンスターのチャーチハウスにおいて、 自らの人気の高い高端オペラ、ベスレヘムを、イエスを、鉱山労働者の小屋で生まれたことにし、ヘロデ大王を兵士と警官を脇に従えて、シルクハットをかぶった人物として描いて、上演すべきだと主張した。この出来事によって、グラストンベリーで冒頭を支えていた人々が非常に、当惑して事業から身を引き、また音楽祭の演奏家たちは離散していくこととなり、音楽祭に、 陰りが見えるようになった。1927年からボスル1960年まで、ボー・オートンは、グロスタシャーの入園と近郊のキルコットに今日構えた。ここで彼は、アーサー・ウォーシリーズの最後の2作品を完成させ、彼の最高傑作の中でもここ20年の間に、ようやくその進化が認識されてきた数曲を生み出している。公共曲、第2番。 公共曲第3番などがそれにあたり、第3番は1939年に、レーフ・ボーオン・ウィリアムズ、クラランス・レイ・ボールド、アラン・ブッシュラタが出席する中、ロンドンのキングズ・ウェイ・シアターで初演された。また、応募のための、数多くの作品、室内楽、そして多数の還元楽曲も作曲されている。1934年と1935年には、ボーオートンは、ストラウドと、 バースで移植された音楽祭において、グラストンベリーでのかつての成功を再び手にしようと新たな作品を書き上げた。アーサー王シリーズの第三作であるオペラ、ザリリー・メイドとザエバー・ヤングである。しかしながら、社会主義に傾倒したその政治思想のために冒頭の名声は高まることはなく、その後40年にわたって彼の音楽は無視されることになった。 ボートンは1960年、ロンドン、バーンズにある娘のジョイの家で池を引き取った。82歳ボーツ。ボートンの名声を回復するため、ラトランド・ボートン・ミュージック・トラストが彼の生誕100周年に、当たる1978年に設立され、ボートン作品の演奏や録音を支援している。そうした作品の多くは、現在ハイペリオンレコードから CD が入手可能で、中には、 世界初演もいくつか含まれている。2005年に初演された公共曲オリバー・クロムウェルや1904年もしくは1905年頃以来の再演となるソングズ・オブ・ザ・イングリッシュからの3曲はダットンから発売されている。メゾ・ソプラノとピアノのための歌曲集は英国音楽協会の自主レーベルから出されている。また、ダットンはトラストの講演を得て トーマス・ハーディの擬曲に基づくオペラザクイーン・オブ・コーンウォールの世界初録音を行って発売している。学劇小規模な舞台作品バレエ付随音楽ラトランド・ボートン・ミュージック・トラストからはすべての作品の詳細な情報が入手可能である。ボートンの志向譜の大半はロンドン・ユーストン・ロードの大英図書館で閲覧可能である。演奏用の楽譜の入手に関しては ラトランド・ボートン・ミュージック・トラスト、場合によっては適切な出版社への問い合わせを行う必要がある。ありがとうございます。